どうもコーラです。今回はダンジョンボスであるストームコーラの倒し方について解説していきたいと思います。ストームコーラのモッドであるストームコーラについて紹介いたします。ストームコーラの攻撃はショックダメージの弾を放ってきます。範囲攻撃に関しては回避するのが難しいので、範囲攻撃をしてきたら回避に専念した方がいいと思います。ストームコーラは雑魚敵を召喚します。注意が必要な雑魚敵は火球を投げつける敵となります。ストームコーラの弱点はないです。ストームコーラを倒しやすい武器としてはシカゴタイプライター、アサルトライフルなど。モッドについてホットショットをつけて継続ダメージか、ハンターズマークで自動マーキングをつけてクリティカルアップした方がいいと思います。ストームコーラのモッドについて、プレイヤーを中心とした電気嵐を発生させ、35メートル以内の近くの敵にショックダメージを与え 50% 減少させる落雷を放ちます。ストームアミュレットがあれば雑魚敵の処理にかなり使えると思います。今回はダンジョンボスであるストームコーラの倒し方についての解説でした。雑魚敵を処理するにはストームコーラのモッドが使いやすいです。この動画が良かったらチャンネル登録していただけると助かります。